はい、オープンたわごとリリと一緒、駐車場からヒーリングさんのアトリエです。今日はね、心地いいですね。え、なんか非現実のプラズマの雲がね、なんかやってきているような、そんな感じします。じゃあ早速ご質問。この度ティアーズムーンに寄せてマースさんが書かれたメッセージを見ました。何かが深く込み上げて信じられないような心の変化を感じました。ラムーをはじめアブラハムやイザヤさんは、を知らずに苦しみの中生きる悲しみの民のために涙しているという衝撃な内容です、ね、結局誰のことも助けられない、メシアと呼ばれる人やブッダと呼ばれる人たちの辛さを描いたこの作品メシアの涙の意義はつくづく大きいと感じています。この忘る生き方を知らず、分離自我で生きるという苦しみは、世を乱し闇とのし国団体家人すべてを滅ぼしてしまうほどの過ちであるということについてもっと お話しくださいということですね。まあそれでね、僕はそれにお答えしたんですけど、分かったれの世界、分離自我の価値観っていうのはですね、まあアダムとイブのね、知識の価値、分離の知識って分離なんですよ。前からもずっとお話ししているように、一体の万物の一体に名をつけるというね。だから本来その名ではないんですよね、ディリーね。あら、どっか行きたいの、ディリー。本来一体の世界、こういっぱい名前をつけてね。例えば今リリーがここにいますけど、リリーのお目目、お鼻、ベロ、お耳ってこうつけたらバラバラな感じがしますよね。でも一体のリリーに名前をこうつけるっていうのが知識の果実ですね。これ分離の世界、それが何万年、まあまあラムーの霊感の章からするとやはり1万年ぐらい崩れ出して一体を失っていったんだろうなと、まあ思われますね。でこの若たれの世界、分離自我の価値観は思いのほかとても強く、その信念体系ですね。だから人に勝つとか偉いんだすごいんだとか、企画とか競争とか、あ俺はダメだとか劣等とかね、そういう自我の苦しみがものすごいこの世界を覆ってますね。過信したり、うぬぼれたりで罰したり罰せられたり、自らをこう償おうとしたりね、誠実なゆえにね。でこの思いのほかとても強いこの人類の長きにわたる若たれの価値観から、争い、比較、競争、そして殺し合い、とことん強いられてきました。その悲しみと回帰の難しさはとてつもないものです。悲しみの蓄積を帯び、とてつもない悲しみの蓄積を帯び、目覚めた者たちすらも全く同胞である民や人々、またそのリーダーたちを目覚めさせることができず、救えずに今もいます。
で、その悲しみは自らの力不足、不甲斐なさだとも感じ、その責任感は押しつぶされてき、責任感に押しつぶされてきた歴史でもあると言えます、ね、世界を平和にできなかったあらゆるブッダたち、あらゆるメシアたちが世界をね平和にできなかった、まあ、世界を愛にできなかった、分離から世界の人を救えなかった、勝つんだ偉いんだ俺はすごいんだ俺を誰だと思ってんだ俺をバカにするな俺をっていう、こういう世界から救えなかった、こういう悲しみのね、勝ち負けの競争の喧嘩のね、俺をバカにしてんのかてめえこの野郎って、こういうのから抜け出せなかった。そして、目覚めた人たちもそっから救ってあげられなかった、悲しみのね苦しみの中から出してあげることができなかった。その悲しみは自らの力不足で不甲斐なさだなって感じ、その責任感に押しつぶされてきた歴史でもあると言えるのです。この物語はとことんそのような視座から描かれて、美しいストーリーに彩られています。より詳しきことは今日のたわごとでということですね。で、あの真に目覚めた人々が若たれの強き価値観で苦しむ同胞、苦しむ人々を助けることもできず、若たれの自我競争世界を癒すことが全くできず、その価値観を薄めることが全くできず、ね、イエスにしても和尚にしてもクリスチャンティにしても誰もできなかった、その前に潰されてしまう、真実を言ったらもう殺されてしまう、ね、だってみんな自我を拡大したい、自分が勝ちたい良くなりたいって信じてるわけですよ。でもそれがね宇宙の法に合わないってことは知らないですよ。若たれや分離、知識の果実を食べたら滅びる。誰もが、どんな団体も、どんな国も、どんなね、家もね、どんな個人もね、知識の果実、バラバラを盲信したら、喧嘩、競争、戦い、比較、そんなことを盲信したら、そしてそういう若たれた自我競争世界の価値観を、まあ、これカルマって言うんですけどね、分離のカルマね、若たれの価値観ね、それをねリリが可愛く見てくれてる、リリ見てくれてるの、すごい可愛い、ちょっと画面と反対だから映せないけど、リリしか生徒がいません。グループも団体もありませんね、マースにはファンの人もいません。だって自己拡大や自我向上、自我保全を推進してくれないからね、そんな人の話聞きたくない、偉くなりたい、すごくなりたいな、勝ちたいな、俺は向上したいな、俺はいいものになりたいなと、元からブッダっていうか元から神の子なのにね、何にもなんなくていいもんね、リリたちは、ああ赤ちゃんのまんま大人になって神の子のまま、神の一部のままだもんね。で、分かたれた自我競争世界を癒すことが全くできません。聞いてもらえません、話もね。マースも人気ないよ。ね、和尚も人気ないし、クリシュナムーティも人気ないし、ラマナはもっと人気ないから裸で寝てたっていうね。ソクラテスも、老子もね、人気ないな。世界を愛にできなかった。ね、みんなできない。そんなだからこそ苦しんで戦って競争して殺し合って恨み合って騙し合って憎み合ってる、そういう民を見て、そして不幸になり自分を責め嫌いになり、ね、償おうとする同胞、子供たち、家族、仲間たちを見てね、涙するだけだった。それがティアーズオブムーのコンセプトですね。それからマースさん、プラズマについて詳しく知りたいのです。プラズマっていうのはね、あの非存在の量子素材ですね。これあの非存在というのは夢のような
世界だから、まあ夢は非存在だと皆さんは言うでしょ。だから夢が非存在であるならこの世界も非存在ですね。タワゴトマウスとしてはそう言います。夢のね、素材で皆さんもあの夢の中で人を作ったり、まあ例えば船が来たり車が来たり夢の中出てくるでしょ。そういうの作れるからね、それね、あの物質映画作れるんですよ。物質があったりね、人が生きてるように見えるでしょ夢の中でね。でこれそういうのがプラズマです。だからプラズマは想念を実現することができたり、例えば福島の時もね、そういう量子的飛躍のエネルギーが働きました。まあそういうんで武士が歩いてたりね、まあだから要はテレポーテーション、タイムトラベル、壁抜け、反重力、もう何でも可能なんですよ。この世界はね、何でも可能、夢だからね。それをプラズマと言います。で 97% とかね、今言ってますよね、学者の人がね、プラズマでできてると。宇宙はだから宇宙は 非現実の素材でできてるということなんですね。じゃあ現実はどこにあるのか、物質映画はどこにあるのか、物質が強固になってるのは地球です。人間がみんなね、分離を信じて、で分離を信じるっていうことはね、山とか川とかね、そういう分かたれを信じるするとね、よりね物質化されていきますね。アカーシャ的に、まあなんていうんですか、アラヤ意識っていうんですか、まあ物質化現象ですね。プラズマっていうのはね、想念を強化する、思いを強化する、思ったことを実現するというね。だから幸せになってほしいってね、プラズマの中で祈ればね、それはね普段の健在意識とは全く違うんですよ。だからマントラによって変性式でアカーシャの中に入る、まあ心眼の中に入っていく、その過程の中でね、物質化現象ね、想念がね実現する、自己実現っていうかね、まあ、そういうのがプラズマの力でありシディの力ですね。シディはそれが天然に起こる、プラズマはそれを電気の力やいろんなそういうね、核融合その他の力で起こす。要は非現実なのに人間が現実だと思ってるために、夢なのに 夢じゃないと思ってるところをぶち破るのがプラズマですね、はい、だから、夢が叶う、だからネガティブなことも叶ったりね、いろいろとするわけですよ。まあそれがねこの世界の素晴らしさですね。だからプラズマ、マースの答えはプラズマとは意識を叶え実現する力とでも言うのでしょう。それは非現実の世界の質量でもあり、この創造主体の想念の海、美しき非現実製造素材と言えるでしょう。詳しくはたわごとでとね。まあだから例えば311の時もね、僕は東京の青山スタジオにいましたけど、レコーディングだったんですけどね、まあすごい地震だったんで外に出たらね、六本木ヒルズがこんなにグネグネしてましたよ。東京タワーもグネグネグネ。であれ見た時にね、あの夢のようだなって、これ夢映画のようだなってこう思うんですね。これプラズマですね、非現実への参入です。なんかね今日はねふわーっとしてんな、なんか非現実な感じだな、これプラズマな世界ですね。あーってリリかわいいな、なんて愛しいんだろう、なんか夢のようだなってね、こんな世界で、こんな物質映画の世界でリリと出会って幸せだってね、みんなね幸せ、ノイノイとかチパちゃんとかみんなね、とわに一緒だよ、とわにね一緒だよ、同じね。だからね過去にも行けるしね、未来にも行けるしね、プラズマの中ではシディの中でもね、いろんなところに行けるから、あの予言ができたりね、イザヤさんたちが、まあ、いろんなことがねできてるというふうに言っていいんじゃないでしょうかね。
まあね、これで国で怒られるからね、あの、たわごとです。はい、たわごと。もうね、すぐ怒られてばっかりですか、僕は子供の時からね。お父さん頭固いしね、もう、あの、立派な人だったけどね。検察だからね、お父さん。まあ、あの、分離社会を信じてるね。うん、まあ、勉強はしてたですよ。色即是空とか空海のね、一族だからね。だけど、まあ、ね、やはりこの世界が今、分離社会。ね。あの、若手を信じた、知識の果実を食べた社会ですからね。これはみんな喧嘩競争戦い、自分が勝つんだ、偉くなるんだ、すごくなるんだとかね。あの、怖いよ、あれが怖いよ、これが怖いよですよね。そういう中でみんな苦しんでる。それはね、誰のせいでもない。だって社会自体、文明自体が若手で文明だからね。勝ち負けの文明だから仕方ないんですよ。でね、それがもし嫌だったら、新たな、要は一体の、これ、癒しろって言うんですよ。癒しろの反対、汚れって言うんですよ。日本ではね。で、これ、まあ、日本っていうのかな、まあ、古代ユダヤもそうだけど、まあ、若たれっていうのはね、あの、知識の果実を食べたってことです。ね。で、これを、汚れと言うんです。だから、汚れてしまうんですよ、何でも。でね、この、それをね、元に戻す、一体に戻すのがね、癒しろ。英語ではヒーリングですね。はい。はい、ヒーリングさん、皆さん。虫さん、あれ、カナカナさん、かわいい、カナカナ、カナカナカナ、かわいいよ。ねえ、リリーもそこに連々して、こっち見てて、寝ないで見ててくれて、おべろうさんがかわいいね、リリー。ペロペロが出ちゃっててかわいいね、リリー。なんて素敵な目なんだ。はい、すいません、お犬様です。お犬様のみんな、仲間、みんな、好き好き好き、ワンワン無く、ワンワン無だ、ワンワン、すっごいかわいいってね、五感はあるけどってね、だ五感があるから怒ったら噛むよ。リリはね、リリは噛んだこと一回もないのね、こう赤ちゃんというか、飼い主を愛してくれてありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのワンワン、皆さんを守ってくれてありがとうございます。ね。この一体の世界をみんなで楽しんで。でね、天がね、神も仏もね、なんていう人いるんですよね。そういうおじさん知ってるんですけど。神も仏もないんじゃって、自分が分離しちゃってるから苦しいんです。だから神も仏も作ったのは楽園です。それは一体である。すべてが一体である。カナカナさんと僕が一体である。みんなが一体である。昔ね、外でよく歌ってたんです。そうするとね、カナカナさんキー変えてくるんですよ。本当に。だから合わせてくるんですよ。歌うんですよ、鳥も。キー合わせてくるからね、一般の人に多分分かんないですよ、キーがあったとかっていうのは。僕らはそういう専門なのでね、キーがね、あ、合わせてきたとかね、歌ってるとね、鳥がね、キーを合わせてくるんですよ。すごいなって思ってね、もうね、自然界は一体です。すごい、みんながね、だからね、オーケストラもそうですよ、みんなで一体でね、たくさん、百何十人でやってるんでしょ、まあ、そのあのコンサートもね。で、まして言葉も通じない人たちとね。でもね、一体なんです。一つになってるんです。音楽っていうのは一つになるから楽しいんですね。音が一つになる。みんなが一体になるから素晴らしく美しいんですね。それを聞いてる人はみんな一体な気持ちになるんですね。で、一体な気持ちで作家は曲を書かなきゃいけませんし、一体の思いで詩を書かなきゃいけないですね。プラズマというのは意識を叶え実現する力とで、とも言うのでしょうか。それは非現実の世界の質量、これ物質を作る質量ですね。物質化する、硬くなってくるでしょ。でもね、あれね、実はね、素粒子でできてるからね、あのね、壁入っちゃうんですよ、手とか、集
周波数を合わしちゃうとね、うん、それはシリーでね。でこの創造主体の想念の海ね、このだから想念の海って素粒子の海ってエーテルの海ですね。これはね物質のように我々が感じるように五感でなってるんですよ。でね、それがね硬くないと思って入っちゃうでしょ。だから変性式に強くなって、あこれ柔らかいなあなんて言って酔っ払っちゃった感じになっちゃって入っちゃうわけですよ。それが過去に行くとかね、亡くなったと思ってる方に会うとかね、そういうのがねあのサイキックシディテクニノロジーですね、はい、それが、電気で行ったりするのが、まあ、電気とかね、磁気とかね、いろんなものでね、今やプラズマ化してね、水とかその水の精たちはもう、H2O ね、H2H3H4H5H6 って HHH ってなりますね。あリリゴンがかわいい、おしっこした。リリー、あとで水まいとこ、うん、リリーいい子だよ。ここに来る、ここ来る、ここ来たらこれあるよ、来てみる、みんなに会ってみる。はい、どうぞ乗っかって、うん、はい、かわいいなリリー。プラズマの世界では地球だけが創造主体の作った一体の霊的半霊半物質の世界とでなくなっているため、人々の若たれの分離意識のため輪を壊し、若たれを汚れによる物質化、現実化、顕在化の一途をたどっていると言えるでしょう。ゆえにあらゆる戦い、殺し合い、騙し合いの世界となり、健全でない腐敗した、正義のない愛のない社会が生まれていることでしょう。その若たれの価値観が1万年ぐらいね変わらない限り、忘れる生き方が戻らない限り、この分離の価値観であらゆるものが破滅へ向かってしまうことでしょう。自らを罰したりね、自らをね、償おうとしたりする。みんな神の子だから誠実だからね、うん、まあそんな風に思います。みんながね幸せになってほしいですよ。それにはね忘れる価値観ね、一体の価値観ね、一つなる価値観がいるんですよ、ね、全てのものが一体である、ね、一つの一体なものであるってことですね。だからだから殺すなかれ、騙すなかれね、その十戒にもなるし、色即是空にもなるんですね。神秘で満ち、この世でない、形もない、そういう中に本当はいるんだ、ね、それが真の宗教性です、ね、宗教性っていうのは一体性です。だから団体を作っちゃいけないんですね、はい、それは苦しくなっちゃうんですね。で団体を作るっていうのはね、やっぱりね団体を作って守られたい、守りたい、守り合いたいっていうね、無理もないね、この分離社会のね、戦いの社会でのね防衛手段なんですよ。で これはねだからね、傷つけられてもね、傷つけないってマースが言うとね、何言ってんだっていう人いっぱいいらっしゃいますね。当然なんですよ。要はね守られるために、守るためにね戦ってるんですよね。だから守らなくていい世界ができればね、愛の世界に作ったんですよ神はね。そこでね知識の果実食べちゃってね、人間が若手で言って喧嘩し始めちゃった。そしたら守るためにまた戦う、守るためにまた戦うっていうなったのが、そういう楽園がなくなっちゃったっていうのがこの世界なんですよ。だからね楽園をね取り戻さなきゃ人類が滅びます、はい、絶対に、うん、と僕戯言を回すは思います、ね、だから人生がね最悪になっていきますよ。その個人もね、団体もグループも会社もね、そうならないように愛で生きる、一体で生きる、傷つけられても傷つけない、イエスのようにね、またイザヤさんのようにね、愛の国、忘る国を作る、忘る会社、忘る家庭ね、
忘る学校、ね、みんな忘るためのね、一体に戻るっていうね、それを教える、それが大事です。でもね、それを教えてもね、誰も目覚めなかったってクリシュナムーティが言うみたいにね、和尚もそう泣いてました。誰も目覚めない、みんな喧嘩だ、みんな競争だ、みんな比較だ、みんな殺し合いだ、みんな恨み合いだ、騙し合いだ、もう辛いよって泣いてますね。アブラハムもそれで国を捨てて出なきゃいけなかった。みんな喧嘩、みんな競争、みんな戦い、みんな騙し、みんな恨み憎しみ、もうやめようよ、もうやめよう、愛に帰ろう、本当のあなたに帰ろう、本当の世界に帰ろう、本当の神が作った、創造主体が作った、ね、楽園に、ね、本当の一体なるエデンに帰ろうっていうね、メッセージが聖書ですね。はい、まあ、イザヤさんの持ってきたものはそういうものです。それじゃあまたお会いしましょう。お相手は戯言ばっかり今日ものったまったぞーマースでした。あ、ディディ、ディディおいで、あげるよ忘れちゃった、ディディのこと。遠くに行ってたんだね、今ね、あんなとこまで行ってたんだね、ディね。え、はい、上がって、はい、上がって、おい、おー、ディディ今日これ可愛いね、オリボンね、すごい可愛い、すっごい可愛い、オリボン、オリボン可愛いな、ディディも可愛いし。じゃあまたお会いしましょう。お相手は戯言ばっかりのたまうね、きっとね、淡路の古いお寺にイザヤさんのね残した本当の聖書がねあったらいい。さよなら。